8月23日火曜日朝、皆様おはようございます。うん、桐原くんだ、声かけよっかな。桐原くんごめんごめんね、ごめんね、ごめんね。何が起こるかわからんからさ。あ、マリ先輩。ああ、お前か。なんか用か。いえ、用ってほどのことじゃないんですが。なんか聞きたそうだな。言ってみろ。先輩、いつもガム噛んでますけど、どんな味が好きなんですか？今噛んでるのはグリーンアップル味。おお、美味しいよね。グリーンアップル味が好きなんですか？他に、グレープ味、ストロベリー味、ブルーベリー味にグランベリー味、何でも好きだぜ。はあ、特に好みはないと。うまけりゃ何でも構わねえ。で、んなこと聞いてどうすんだ？あ、差し入れしようかなと思いまして。先輩に差し入れしようかなって思いまして。ガムくれんの？だったらメーカーはここのな。おお、はい。期待せずに待ってるぜ。メーカーまあまあ、うん。委員会の会議は終了。次はアトラクション会決定の会議ね。ではこれよりアトラクションに関するミーティングを行う。あれ、アトラクションは他校のメンバーと組んでもいいんだろう。だったら他校と一緒にミーティングしないとまずいだろう。大丈夫です。そこのパソコンで他校と連絡を取っています。演目やメンバーはすぐに分かるようになっていますので。あらま、便利だね。うん、早速エントリーがあった。不動峰の神尾がロックバンドを提案した。ロックバンドか、楽しそうだな。参加するんですか？いや、やめとく。うん、うん、六角の佐伯がボーカルユニットを提案した。続いてルドルフの水木が演劇を提案している。みんなお歌好きなんやな。演劇ね。何をやるんすか？タイトルは未定になっている。お、そいつはスリルがあって面白そうじゃないですか。俺参加しますよ。わかった。赤谷は演劇に参加だな。ああ、協定のムカヒがストリートダンスを提案したな。ムカヒさん、へえ、面白そうじゃねえの。俺それに参加するわ。了解した。文太はダンスに参加。また一つ提案が入った。不動峰の立花が和太鼓を提案だ。いいんでないの、和太鼓。俺はそいつに参加じゃ。わかった。みんな音楽やるな。ミオは和太鼓だな。うん、俺も和太鼓にするか。エントリーはそんなところですか？いや、まだあるな。協定の後部がハムレットを提案した。ハムレット、いいですね。私はそれに参加しましょう。真田先輩は参加しないんですか？俺か。俺は水木の提案した演劇に参加する。また一緒。おう、嫌か。そりゃあ、いや、嬉しいっすよ。うん、俺は参加したいのがねえな。別にいいんじゃないですか、強制じゃありませんし。そうだな、やめとくか。あの丸井先輩。うん、ああ、運営委員。あ、今日覚えてる。丸井先輩、ちょっといいですか？うん、いいぜ。何の話をしようかな。学園祭の話題やって。先輩が甘味処の提案したのはどうしてですか？俺が食いたいから、それだけ。はあ、あ、桐原くん。あった、ちょうどいいところに来てくれたぜ。これから倉庫にラケットとボール取りに行くんだけど、一緒に来てくれよ。場所が分かんなくてよ。うん、いいよ。あの倉庫広いもんね。サンキュー、助かるぜ。
じゃあ行くか。ったく、いつ見てもだだっぴろい倉庫だぜ。テニスボールとラケットはこっちよ。まあ、すまねえな。確かこの辺りに。あったあった。へえ、もっとボロっちいかと思ったら意外とまともなラケットじゃん。ラケットは何本用意するの？10本あればありがたいんだが、さすがにそんなにはねえよな。あるよ。なに？そんなにあるのか？だってここの施設テニスコートもあるんだし。ああ、なるほどね。テニスボールは何個？ああ、待った待った、ラケット10本だけでも運ぶの大変だぜ。ボールは後でいい。あ、そっか、そうだね。じゃ、俺が8本持つから。優しい。あんた2本な。2本両手でいいじゃん。え、8本も持って大丈夫？軽い軽い。じゃ、戻ろうぜ。好き。うん。え、2本は好き。いや、僕、楽させてくれる人一番好き。楽したい。あとはボールか。何個いるの？副部長には1グロス用意しろって言われたんだが。グロスって分からへんわ。グロス144個は2人で運ぶにしても2往復しないと無理よね。たく、人使いなら。あ、ジャックロ先輩、いいところに。なんだ赤谷。副部長に倉庫からボール運んでくれって言われたんすよ。1グロス。1グロス？そんなにいるのか。副部長がそう言うんすから手伝ってもらえないすか。ああ、いいぜ、行くか。なんかみんな優しい。これです。この箱一つに6ダース入っていますから。2つでちょうど1グロスか。重さは大したことないが箱はでかいな。俺たち2人でこっち持ちますから、ジャッカル先輩はそっちを頼むっす。ああ、わかった、任せておけ。助かったっすよ、ジャッカル先輩。ああ、気にすんな。じゃあな。いい人ね、桑原先輩って。まあね、けど人が良すぎて損してるよね。そうか、そうなん。ああ、貧乏くじばっかり引かされてる。ま、俺もそこを利用してんだけど。え、まあ、なんでもね、気にすんな。あんたもありがとな、手伝ってくれてよ。私はそれが仕事だから。大変な仕事だな。ま、頑張れよ。うん。え、どういうこと？友達を利用しているのかい？おお、あ、ま、あ、待って待って、何やったっけ？春風先輩や。悪い先輩たちだ、ダンスの練習かな。で、どういうダンスにする？そりゃ、アクロバティックなダンスに決まってるじゃん。ほう、俺に挑戦する気か、菊丸。もちろん、負けるつもりはないからね。おいおい、仲間内で揉めんなよ、お二人さん。基本的にはストリートダンスでしょ。ブレイクダンスが入っててもいいよな。ジローはどうなんだ？あれ、やっぱり寝てやがる。起こさなくていいのか？ほっとけ、後で俺が教えてやるよ。大丈夫なんすか？いいじゃん、それよりも早いとこ決めちゃおうぜ。ダンスか、先輩たちならすごいダンスになりそう。お、ダンスの話題をゲット。あの丸井先輩。ん？ああ、運営いい。丸井先輩ちょっといいですか？うん、いいぜ。いいぜ。で、テニスの話題振るって。先輩はダブルスプレイヤーなんですか？そうだけど。何、知らなかったのか？はい、テニス部の試合も見たことなくて。お前、それかなり珍しいんじゃね？俺の天才的妙技も見たことねえなんて。なかなか機会がなくて。でも今度見に行きますね。ああ、驚かせてやるぜ。楽しみ。仲良くなってきた？タルンドル。あ、帰ってきたのか。では、
おやすみなさい。先輩どうぞ。お、すげえやるやん。あ、これはこのメーカーのガムがご指名でしたね。お、くれんのか。